今回は、不倫に関するスカッとするお話と、家族に関する感動するお話を用意しました。まずはこちら。嫁の不倫で離婚することになり、荷物をまとめて出て行けと言われたので、家の中のもの全部持って、出て行った結果。俺は、ごく普通の会社に勤めるサラリーマンで、嫁の愛子とは大学生の時に知り合い、結婚した。結婚に伴い、義両親に挨拶するとき、義父がとても無口で厳格そうな人だったので、めちゃくちゃ緊張したのを覚えている。義両親から許可も得て、俺たちは無事結婚し、現在は二人で仲睦まじく暮らしている、と、俺はそう今まで勘違いしていた。ある日、ふと俺はワイコに違和感を覚えた。ワイコは営業メインの会社で働いているのだが、どんな重要な取引先を相手にするにしても、香水だけはつけなかった。ワイコは、香水のきつい匂いが苦手なのだ。そんなワイコがある日を境に、仕事の時だけ、香水をつけ始めた。何かに影響されてつけ始めたとしても、俺とどこかへ出かける時にもつけるだろうが、仕事の時だけ、ほんのり甘い香りの香水をつけるようになったのだ。俺は、職場に着飾っておきたい相手がいるのではないか、と、思うようになった。気になりすぎて仕事も手につかなくなった俺は、更新所に、ワイコの尾行調査を依頼した。少し金額が張ったけど、調査結果が白だったら、尾行したことをしっかりワイコに告げて、謝ろうと思っていた。ところが数週間後、更新所から告げられた審査結果は、しっかりと黒だった。ちなみに不倫相手は職場の上司らしく、仕事終わりには、毎日のように人目のつかない場所で、仰せを繰り返しているようだ。やっぱりなと思う気持ちもあったけれど、それ以上に、ワイコに裏切られたことが、無性に腹立たしくて仕方なかった。俺はその日の夜、すぐさまワイコを問い詰めることにした。ワイコは不倫のことを問い詰められると、すぐさま不倫を認め、離婚するのか、と、俺に聞いてきた。俺は、反省の色もなく平然としているワイコの態度に、とてもイラッとした。怒りのあまり、俺はもちろん離婚を宣言した。それに加えて、慰謝料もしっかり請求させてもらう旨も伝えた。するとワイコは誰かに、今すぐここに来て、と、電話をかけていた。不倫相手でも来るのかと俺は不安に思ったが、現れたのは、まだ不倫相手の方がマシだと思える相手だった。なんとワイコが呼んできたのは、俺に怒り狂った義父だったのだ。普通、義父が怒るべき相手は、不倫を行ったワイコだと思うが、なぜか義父は俺に怒っていた。娘が一回不倫したぐらいで離婚するだと？しかも慰謝料も請求するって、お前は人でなしか。男として情けない。男ならドンと構えて、嫁を受け止めてやれ。一回や二回の不倫がなんだ。それ以上にお前を支えてきたのが、嫁だろうが。義父のとんでも理論に俺は、あっけに取られた。なんで不倫した奴を許さなかったら人手なしになるのか、意味がわからない。そもそも不倫した時点で、そいつが人手なしだ。ワイコは義父の後ろに隠れて、怒鳴られている俺を見てクスクスと笑っている。きっと、義父が怒鳴り散らせば俺が折れてくれると見越して、電話で呼んだのだろう。厳格で誠実な義父だと思っていたのに、がっかりだった。いいのよ、お父さん。私が悪いの。離婚をするつもり。でも私、慰謝料だけは納得できないの。そうなのか？おい、娘は反省して、離婚を認めると言ってるんだぞ。それでもお前は慰謝料を請求するのか？義父はそう言いながら、涙目のワイコを優しく抱きしめていたが、泣きたいのはこっちの方だ。ワイコは、堂々と不倫相手と交際するためにも離婚したいだろうが、悪いことをしたらそれ相応の制裁を受けるのが、人間の道理だ。そこで俺はなんとか、ワイコと義父に制裁を与えられないか、必死に策を考えた。その結果、一つの策を思いついた。俺はスマホの録音機能をオンにして、義父と会話することにした。わかりました。では娘さんの言う通り、慰謝料請求はなしで離婚させていただきます。その代わり、財産分与もなしで。ここはワイコがもともと住んでいた場所なので、僕がこの家から出ていきますが、僕が買ったものは全て持っていきますね。いいぞ。人手なしが触ったもんなんて、いらないだろう。な、ワイコ？うん、それでいいわ。住むところまで残してくれるなんて、寛大ねえ。あとで、やっぱりダメとか言わないでよ。そんなこと、絶対に言わないから安心して。義父とワイコは喜びを分かち合っていたけれど、この一言がどれだけ重い一言だったのか、二人はまだ分かっていない。翌日、ワイコは俺が引っ越しの手続きをするまでの間、どこかへ出かけていった。きっと不倫相手に会いに行ったのだろう。
しかしこの状況は、俺にとって、とても好都合だ。何にせよ、俺は家にあるものすべてを持っていくからだ。結婚する際に、Y このものはすべて処分していた。と言っても、家事もしない奴だったから、あったのは小さい冷蔵庫と、シングルベッドだけだった。そして家のものを、すべて俺名義のクレジットや電子決済やらで賄っていたのが、功を奏した。冷蔵庫やレンジなどの家電、それからソファーやベッドなどの家具もそうだ。Y子と一緒にお金を出したものもあるが、結局は俺名義のクレジットで払ってあるから、これらはすべて、俺の買ったものだ。後で協議になっても、俺が支払った痕跡しか存在しないから、あっちは何も言い返せないだろうな。支払い先がたくさんにならないように、俺名義に一体化して、本当に正解だった。ちなみに貯金通帳の名義も俺名義だから、しっかりと持っていくつもりだ。こうして俺は、すべての家電や家具を家から運び出すことに成功し、タンスは Y 子の服を全部出して、床に放置した。あまりに俺があれもこれもと、ポイポイ引っ越し屋に運び出させるものだから、何もなくなって生活できなくなるけど、いいんですか?と、引っ越し屋も驚いていた。俺が家から出て行ってから数時間後、Y 子から大量の着信があったことに気づいた俺は、Y 子に折り返しの連絡をした。すると電話に出たのは、これまた怒り狂ったギフだった。おい、一体どういうことなんだ?家のものがすべてなくなっているじゃないか。僕、お父さんから許可もらいましたよ。だってお父さん、僕が買ったものは僕が触って汚いから、すべて持って行っていいって、言ったじゃないですか。まさか、全部お前が買ったとでも言うつもりか?ええ、その通りです。すべて僕名義で買ったものですよ。だからすべて持って行ったんです。なんか文句でもありますか?そんなことは言っていない。私は、お前の私物だけ持っていけと言ったんだ。家電や家具まで持っていくとは、聞いとらんぞ。今すぐ返せ。でもこれで終わりじゃない。俺は二人を、さらに追い込むことにした。あ、それとお約束の通り、慰謝料は請求しません。でも愛子さんの職場には、しっかりと不倫の証拠写真を持って、ご報告させていただきますね。なんだって?そんなことを許すわけないだろう。そうよ、そんなこと聞いてないわよ。言ってませんからね。禁止ってお約束はしてません。あくまで慰謝料はなしにするってことしか、言ってませんからね。Y子は電話口で、やめて、と、大きな声で泣きじゃくっている。義父も、それだけはやめてくださいと、愛する娘のために俺に何度も懇願してきた。慰謝料もらえないんだから、それくらいは抵抗させていただきます。そんなに泣くくらいなら、最初から悪いことなんてしなければいいんですよ。俺はそう言って電話を切ってやった。その後は当然、Y子の会社に不倫の証拠写真を送ってやった。さらに、不倫相手の男は既婚者だったから、そっちの家にも内容証明を送ったら、修羅場になった。Y子は不倫相手の嫁さんから、慰謝料を請求されることになった。不倫相手は離婚することになり、仕事は地方へ飛ばされることになったらしい。Y子も周りからの白い目に耐えられず、自主退職したそうだ。その後 Y子は、不倫相手と一緒になろうと思ったみたいだが、想像以上にお金のない生活で、毎日喧嘩が絶えず、結局離婚して、今では実家に戻ってきてるそうだ。だが実家に戻っても、借金がなくなるわけじゃない。ご近所さんからも噂されて、Y子は引きこもり状態になったらしい。実家でわがまま放題、働かずにネット通販で、金ばっかり使う金食い虫の Y 子の面倒を見られないと、義母は家を出て、義父に離婚を突きつけてきたそうだ。今では少ない年金で、Y 子と二人で生活する義父だが、以前の威厳のある面影はすっかりなく、ハゲてヨボヨボになった姿を、一度だけ街で見かけた。不倫した自分自身と、それをかばった、歪んだ親子愛が招いた結果だ。続いてはこちら。結婚してる意味がないと言われ、嫁と離婚。7年後、テレビを見ていると、リストラされた母とその子供が映されていた。間違いなく、元嫁と娘。すぐに二人を探し、再会したんだが。7年前に嫁と離婚したが、その際、一人娘の親権は嫁に渡った。嫁の方が給料も多く、福利厚生もしっかりしていたのと、当時俺は海外出張が当たり前の仕事だったので、娘は諦めた。離婚の原因は、俺があまり家にいなくて、家事もまともにできないし、育児にも参加できないので、嫁に、結婚してる意味がないって言われたから。嫁には、憎しみあって別れたいのではなく、自分のわがままだから、娘の養育費はいらないって言われた。
それでも俺は、娘のために、と、渡せるだけの金は渡した。それからの7年間、日本に戻ったのは両親の葬式と、弟の結婚式ぐらいだった。両親の葬式の時に、嫁と娘と会うこともなかった。嫁はリストラされ、嫁の実家に戻ったばかりで、連絡がつかなかったらしい。後日香典が送られてきたらしいが、俺が赴任先に戻った後だった。独身になった俺は、去年まで海外の工場としての転々と移動して、半年前に本社に戻ってきた。残された実家を全面リフォームして、無駄に広い家で、一人で暮らしていた。そんなある日、休日のニュース番組で、派遣労働者の雇い止めの特集を見ていたら、娘を引き取って離婚後にリストラされて、派遣会社も3ヶ月前に雇い止めされていた女性が放送されていた。女性は、中2の娘に十分教育してやれないことを悔やんでいるという。離婚前に撮った親子3人の写真がぼかし入りで写されていたが、間違いなく俺たちの写真だった。ワンルームでみすぼらしい服を着て勉強している娘を見て、俺は号泣し、テレビを見ながら何か叫んでいたと思う。すぐに人のつてを何人も巡って、やっと娘たちを探し出すことができた。そして嫁と娘に会った時、娘ができるだけのおしゃれをして、会いに来てくれた。7年ぶりで、娘との会話もあまり弾まなかったが、レストランで食事をして、娘と嫁の服と靴を買った。最後にリフォームしたばかりの家に連れてきて、こう言った。ここで、もう一度家族でやり直さないか？そして俺たち3人は、1ヶ月前から一緒に住んでいる。まだお互い気を使いながらだが、家族を再構築しているところだ。娘の、俺に対する敬語が取れる頃には、普通の家族になっているのだろうか。どうでしたか？以上、不倫に関するスカッとするお話と、家族に関する、感動するお話でした。